やれやれ、氏康はやはり出てこぬか。兵たちに盛んに挑発させてはおりますが。北条の臆病者どもめ、かくなる上は正面からしろ。愚策ですね。なんだと若造が。謙信公でさえ落とせなかった献上を力攻めなど、兵にどれだけの被害が出るか。若殿までなんと弱腰だ。ここが踏ん張りどころで。潮時かの。親方様、立ち退きに際しては城の周りに火を放ちましょう。我らの撤退を見れば挑発も少しは効くかね。少しでも釣り出して叩ければいいのじゃが。まずはクルワから見回るか。勝頼様のおかげで本クルワに入る。だが奴を話さなければ引かせてはくれぬ。勝利条件変更。敗北条件変更。そこもまた我が術中である。やれ。何やつ。武田の希望を見る双璧、心壊しておくね。発狂か。これが北条の風魔か。ここまではたやすい。打ち取ったよ。戦果は上々です。急ぎ戻りましょう。されど勝頼様、二度とこんな無茶は。逆の立場であればお前もためらうまい。同じことだ。それは無論のこと。ありがとうございます、勝頼様。正幸、こたびの北条攻めは誤りだったのか。このような益のない戦は。いいえ、親方様はすでに目的を達しておられます。故に迅速に軍を引かれたのです。父上の目的。こたび上杉は動きませんでした。それで十分です。上杉。そういえば北条は上杉と結んだのだったな。はい。されど武田も上杉と和睦している。義に縛られた上杉はどちらも攻められなかった。上杉頼むに足らずと見た北条は武田との関係修復を図るでしょう。なるほど。ただしそのためにはもう一押し、我らの力を見せておくべきですが。